ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは。岩のゲーセンようこそ。稲妻イレブン GO2 ネップ。前回の続きからやっていきましょう。ではでは、東部と協力してエレファントプレス、アクロバットキープの風属性で全然一致してねえじゃん。で、東部と一緒にね、追い払っていこうと思います。デスコンだっけな。じゃあ、タイヤ一回下がっ、いや、剣下がってもらうか。孔明使いたいんでね。で、これでいいかな。お、恐竜に育てられた元気爆発少年。口癖は万物の掟だ。そうなの。デスコーン。強そうだね。お、なんだ。うお、すげえ。デスコーン、落ち着け。太古の戦士、ジャガウォック。化身？あいつ、化身が使えるのか？すげえ。化身使ってんじゃん。化身使ってるけど、ちょっと待って。化身使ってるけど、ちょっと待って。玉竜使いたいの。ミキストランス、コーメン。で、まあいいや。頭部で打って、シュート。かっこいいな、ジャガボック。よいしょ。どんぐらい？痺れは。半分いかない。お、ナイスブロック。いや、ナイスブロック。すげえな。コマンドバトル発生しないと、ここまでスラスラ行くんだ。玉竜、初めてかな？蒼天の覇者、玉竜？合ってるかな？よっしゃ、撃て。アームドできないのか、まだ。いやー、アームドして、撃ちたかったのにな。よっしゃ、どんな感じっすか？痺れは。よっしゃ！やったーい。いや、ジャゴックビビったな。化身使いやったん。よし、燻製肉。やったか。かっこいい。ロックスター、今の一撃で力を使い果たしたの？しっかりするやんね。ピーピー。ロックスター、ぐるガウガウ。ピーピー。なんでロックスターが死ななきゃいけないんだ。仕方ないぞ。万物の掟だと。だと、もうやめて。ここで天城先輩で、なんで出んの？ロックスター、えれえぞ。よく頑張ったな。ビッグのことはオラが面倒見る。だから、心配すんな。万物の掟だなんて言ったけど、やっぱり悲しいんだよな。ロックスターは友達だったんですもんね。なあ、天馬。オラもサッカーってのやってみてえぞ。え？オラサッカーって強そうだから好きだ。オラの父ちゃんやロックスターみたいにでかい爪も牙もねえからさ。でも強くならなくちゃいけないんだ。強くなってビッグを守らなきゃいけないんだ。頭部。わかったよ。一緒にサッカーをやろう。そんじゃ、オラんちに帰ってるぞ。あんまり遅くなると父ちゃんが心配するからな。もう地図で飛べんのかな？ビッグを連れて東部の家に帰ろう。いやー、ロックスター死んじゃったね。死んじゃうとは思ってなかったな。あ、ビッグ後ろいるね。目標補足。お、誰だ？ロックスター死亡。この事象によって君たちの目的は達成不可能となる。諦めることが賢明。ロックスターを知っているとは、さてはエルドラドの資格だな。名を名乗れい。敵の要塞。現在の状況に支障なし、返答する。私はレイルク、エルドラド種族のチーム、パーフェクトカス・ケイドのキャプテン。
パーフェクトカスケード、お前が？これがアルナ博士の言っていたエルドラド最強のエージェント。レイルク、時間だ。ライモンを潰せ。了解。プラン15に従ってサッカーバトルを行います。サッカーバトルを。ピー。テマ、ロックスターをあんな目に合わせたのはこいつらなんだな。だったらオラも戦う。友達をひでえ目に合わせる奴は絶対許せねえぞ。頭部。ああ。エルドラドと最強のエージェント。こいつらを倒せば遠藤監督もサッカーも取り戻せるんだ。行くぞ。お、パーフェクトカスゲーズ。勝てんのか？待て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 、頭部入ってるの？君たちの勝利する確率はゼロに等しい。だが回避は不能。戦闘開始を要請する。了解、ミッションを遂行する。いやー、どうなんだ？レイルク確か強かったよね。ラウ、ハド、リン、レイ、ブル。すげえな。みんな名前が、お、ピーカスケード。パーフェクトカスケードか。プラクティスモードでミッションを開始。なんだよ、それ。取られてんじゃん！フルパワーじゃん！無理じゃん！いやー。クリティカル出たのに。クリティカル出たらもう逃げようぜ。いや、もういいや。悪あがき、三国先輩に任せよう。いやー。どんぐらい行くの？そういえばこれ。137。って感じだね。そんな！ちくしょう！負けちゃったじゃん。バトル敗北。負けた。乾杯ぜよ。俺たちのサッカーが全く通用しなかった。なんて力だ。目標撃破。マインドコントロールモードにて洗脳開始。くそ。ええ誰誰誰誰、え目標、消失。誰、アルノ博士来てくれたんじゃない？あ、アルノ博士。危ないところじゃったな、お前たち。アルノ博士。博士が助けてくれたんですね。ありがとうございます。うむ。しかし、パーフェクトカスケードは噂通りとんでもなく強いチームじゃの。はい、全然叶いませんでした。もう無理ですよ、あんな人たちを相手に戦うなんて。いや、オラは燃えてきたぞ。あんな強い奴らが倒せたらきっとすげえうほうほだ。オラこれから特訓するぞ。そんで絶対に勝つぞ、あいつらに。うほう。あの前向きな気持ち、俺たちも見習わないとな。ほほほ、頭部くんは元気な子じゃの。ちょうどいい、彼もいなくなったことだし、お前さんたちにだけ教えておこうかの。ひょっとして頭部のことが分かったんですか？うむ。え？あの少年は我々の時代の人間です。何？正確には我々より一世代前、タイムマシンが開発されてすぐの頃です。あの頃はタイムジャンプの技術も未熟だった。事故が多発していたか。はい。彼はその事故で白亜紀へ飛ばされたと考えられています。タイムルート調査ポットが卵型の救命カプセルの残骸を発見しております。あ、これか。これあれなんだよね。あの頭部の家の近くにあったの。おそらく事故にあった際、少年の両親が彼だけ救命カプセルに入れ脱出させたのでしょう。そしてその救命カプセルは時間の波を流れて恐竜時代へたどり着いた。彼の父という恐竜の卵に紛れ込んで子供として育てられたというところです。彼が人間の言葉を喋れるのは。その救命カプセルにはモニターから教育プログラムが流れていたそうです。彼はそれで言葉を覚えたのでしょう。赤ん坊のミルクも自動的に与えられるようになっていました。生きていくには困らなかったでしょう。時の迷い子というわけか。というわけじゃ、頭部は未来の人間だったんだ。今、時間管理局が彼の本当の両親を探している。生きておるかはわからんがの。頭部、本当のお父さんとお母さんに会えるといいね。そうだね。フェイ、どうかしたの？
あ、ごめん、なんでもないよ。それより今日はもう休むね。明日から特訓もあるし。え、うん、わかった。フェイはどうしたんだ？ここ最近調子悪そうだな。はあ、寒い。俺も今寒い。部屋が寒い。フェイ、リク、君は一人ぼっちになってしまったんだね。僕と一緒だ。僕の親は僕を捨てて出て行ったんだ。きっと迎えに来てくれるよね。